こんにちは、柴田です。今回はいい感じに焼けているギブソンのレスポールカスタムホワイトです。これね、いい感じに焼けてますが、1997年と、まあそんなに古いわけでもないんですよね。と言ってもまあ97年ってもう27年前か。まあ、もうそういう時代ですよね。今ね、もうすぐ30歳を迎える一本になっております。そしてこちらがですね、94年なんで、これはね30歳迎えました。こちらのね、スタンダードともね、ちょっとね、鳴らし比べもしながらという風な感じでレビューをしていきたいと思います。でスペック的にはですね、マホガニーなんですけど、メイプルのトップで、ネックもマホガニーという風な感じです。裏もね、かっこいいっすよ。焼け具合がちょっとね、もうね、クリームな感じですもんね。でグローバーのペグになっております。でピックアップは490と498、レスポールの王道という風な感じですね。これね、本数がね、めちゃめちゃ少ないらしいんですよ。なのでね、今ね、高騰しているという風な感じでございます。早速ね、カスタムから鳴らしていきましょう。あ、生音からいきましょうかね、まずはね。で生音を、おー、ま、どしー、これは強い。ドシーンとしてる、強い。ではスタンダードですね。あ、こっちの方が軽く感じる。おお、カスタムの方がドシンとしてる感じですね。こちらのホワイトのカスタムはですね、なんとなんと5キロでございます。ではクリーンからいきます。伝わるかと思います。おお、おほほほ、意外とフロント使いやすい感じですね。おお、やっぱね、これエボニーがいいっすね。なんかね、スムーズ感があります。ローズよりもね、行き来しやすい感じ。滑らかな感じがしますね。ちょっとスタンダード鳴らしてみましょうかね。はい、リアから。あちょっとボフッとしている感じですよね。カスタムの方がなんかカラッとしてる。カスタムの方がね、音作りはね、なんかしやすそうな感じですよね。ちょっと歪ませましょうかね。これね、エボニーはね、重要だなっていう感じがね、してきますね。
滑らかっすよ。このねローズのね荒々しさっていうのもそれはそれでねいいもんですからね。それがスタンダードでしょう。さすがって感じですね。もう一度カスタムいきましょう。抱えててね違いっていうのは塗装の厚さはね断然ねこっちのカスタムの方がね厚いです。なので木っぽさはやはりねスタンダードの方がねあるのかなっていう感じです。でしょうか。まあ希少価値のねある機種というところでね今ね高騰しております。まあサウンドはねご覧いただいた通りな感じの違いで個人的な印象としてはねこっちの方がねやっぱね音作りはしやすいんじゃないかなというふうな感じでございました。ホワイトのカスタムはねなかなかお目にかかることがねできないものではあるかと思いますが今千葉管楽器にございますのでぜひぜひ試奏に来てください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。